ヒメバチは、幕子木採用は木ヒメバチ科に属する寄生バチの総称である。ヒメバチ科は、甲虫や他の蜂、蝶、蜘蛛などを機種として利用する捕食寄生者であり、農地を含む陸域生態系において、他の昆虫を中心とした、接触動物の個体数を制御する重要な役割を担っている。 昆虫の中でも特に巨大なグループであり、世界から約2万5000種が知られている。しかし、この種数は分類の遅れなどの理由で、実際の多様性を反映しておらず、未サイ種を含めた推定種数では6万から10万種に達すると考えられている。ヒメバチ科の新脈ヒメバチの成虫は、一般的に細身の蜂のような体型をしているが、その体長、体色、体型などは、 非常に多様である。ヒメバチ上下は、ミツバチやスズメバチなどの有権類や、他のマクシメ昆虫に比べて、触覚の不死数が多いという特徴があり、有権類では、通常13節以下であるのに対し、ヒメバチ上下の触覚は、普通16節以上ある。多くのヒメバチは、メスが、マクシメカブトムシメ、リンシメソウシメなど完全変態昆虫の幼虫やサナギ 雲の生態や乱動などに産卵し、幼虫はそれらに捕食規制する。植物組織内や眉内など何かに覆われた中にいる機種に散乱するため、多くのヒメバチのメスは、副端から突出した長い産卵管を持っている。ほとんどの種は、機種の体内、体上や近傍に散乱するが、機種に直接散乱せず波状に散乱するヒメバチもいる。なお、 ヒメバチが騎手として利用する昆虫については、オーバート、パーキンス、タウンズエトールなどにまとめられている。幼虫は、採用アモクの他の種と同様の形態をとる。幼虫が成熟すると、騎手の体内、あるいはすぐ近傍で眉を作って、さなぎになり、羽化して、成虫となる。形態的には、ヒメバチと姉妹群を形成する。 コマイバチの種と類似するが全市の2メートル CU 横脈の有無によって区別できる。ヒメバチは全世界に分布する。従来、熱帯より温帯に種数が多いという井戸勾配がある、考えられてきた。しかし、近年の熱帯地域のヒメバチの多様性を解明することを目的とする国際プロジェクトにより、 熱帯地域においても高い多様性が存在することが示唆され始めている。姫鉢科には約1600属2万5000種が含まれている。40赤が含まれる。赤の和名については日本産姫鉢目録に従った。なお、アリアドリバチア赤、ハイブレイザアンティニーと水鉢赤アグリアタイピニーは独立したドガとして扱われたこともある。ありがとうございます。